私の歌、どうだった？歌唱さん、違いますよ。めいちゃんは、歌唱さんのために歌ったんですよ。違うわよ、別にそういうわけじゃ。めいちゃん。だったらなんで今、歌唱さんを引き止めたの？それは、その…あんたが言ったでしょ。自分が何のために歌うのか、一番大事なことを確認しろって。もちろん、あの場所で聴いてくれる人たちのためにも歌ったけど、でも私は、あんたに向けて歌ったのよ。歌唱のおかげで歌えるって、そう伝えたくて。ダメでしょ。どうして歌唱さんのために歌ったの？それは歌唱に頑張ったところ見せたかったからよ。歌唱に頑張ったねって言ってもらいたかったから。のことが好きって胸を張ってちゃんと言いたかったから。あれだけいろいろしてもらったら好きにならないはずがないよね。歌唱さんのこと好きですもん。このタイミングで冗談なんて言うわけないじゃないですか。私たちだってもう子猫じゃないんですから。女としての意味で好きって言ってるんですよ。
私が冗談で好きだなんて言うわけないじゃない。だから、あんただって、はぐらかさないでよ。めいちゃんのいつもの感じも可愛いんだけどね。でも、こういう時は、もっと素直にならなくちゃ伝わらないよ。いいの？この機会を逃しちゃっても。情けないところ見せたくなくて頑張ったのよ。私も言わないって決めてただけで。だから私も歌唱さんの恋猫にしてくださいませんか。その分ちゃんと抱きしめてくれてれば大丈夫でしょ。めいちゃんってば本当に甘えん坊さん。子猫なんだからこのくらい当たり前よ。私も歌唱さんのぬくもりいただきます。
ップル、シナモン、昨日はお疲れ様でした。兄様も付き添いありがとうございます。シグル、わざわざ本当に来てくれたんだ。何を言いますか兄様。最高のステージを彩った娘たちと兄様をお迎えに上がるのは妹として当然のこと。何もお手伝いできていない分、このくらいはさせてくださいませ。ありがとう。さすがにちょっと疲れたわ。まだ全然疲れが抜けないね。寝不足気味だし。ちょっとやめてくれる？にゃん、姉ちゃんが怒る。姉ちゃんもシナモンちゃんも昨日はほっとかっこよかったよ。自慢のお姉ちゃんたち。正直感動の余韻で無性にカラオケ行きたいレベル。まあよくやったと思うぞ。客もどえらい喜んでたしな。少なくとも所詮猫とかバカにしてたやつは一人もいなかったぜ。こんなこと言ってるけど、お姉ちゃんパーティーで大泣きしてたんだよ。うちの妹たちが立派になってって。ちげえよ、あれはなんか一服盛られたシャンパンだな。おいナッツ、ニヤニヤしながら見んじゃねえ。おい、ま、当然よね。だってあたしらだし。ちょっと本気出したらこんくらいのもんよね。いつものめいちゃん節だね。メイプルもシナモンも改めて本当によくやりましたね。も言わなくていいってば。そうだよ、改めて言われると照れちゃうし。本当によくやりましたね。え？黒ですね。はあ！
私の完全勝利ですわ。よくやりました。本当によくやりましたよ、メイプル、シナモン。さすがは我が娘たち、全員が兄様の寵愛を受けることになろうとは。あえてここはよくぞやりましたとでも言いましょうか。これぞいつからか夢見た桃源郷、私と兄様の楽園。猫の、猫による猫のための猫パラダイスなるもの。聞こえていますか、海岸に住まう人々よ、水平線の向こうの国々よ。今日こそがめでたき我らが建国記念日となったのです。あがめよ、あがめるがいい。私も人のことは言えねえし、今後もあるから一応の確認なんだけどよ、いわゆる別の意味でも、その姉妹になったってことだよな。まあその下水言い方はあれだけど、まあそんな感じっていうか、うん、まあそのそうね、あずきの考えてる通りで、その合ってると思うわ。そうか、まあなんて言えばいいのかわかんねえけど、おめでとうっていだって、そう言われてなんて返せばいいかわからないけど、まあそのありがとう、これからもよろしくってことで。ややこれはめいちゃんとシナモちゃんもご主人様の恋猫になったってことですかにゃ。ご主人マジパネース、超ハーレム、鬼畜エロパティシエ。ちょっと生まれる時代と国間違えてるんじゃないかってレベル。僕はみんな一緒で嬉しいけど、でもその分お兄ちゃんには頑張ってもらわないとだね。そうですね、全員まとめて幸せにしていただかないと。水月家猫たちへの家訓その1、